木の下、うわあ、やばい結果に、最高すぎるぜ。本物のミラクル8を見せつけるのくさ。木の下が徐々に復活し始めたな。一気に3点差から逆転してるのやばすぎるわ。その川越も6点目を得点したのすごいな。高津監督の顔が終わってる。マジで悔しかったんだろうね。なんかかわいそうすぎる。絶対に三振すると諦めていたのに、すごいよ。ミラクル8を思い出しました。帰ってきた俺たちの打てる正捕手。川越さんも昇格して、行く結果を残した。素晴らしい長打やったね。最高すぎて泣けてきました。中日で感動できる日が来るとはね。素晴らしい試合展開。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。